どうもーということで、えー、今日は、えー、水曜日ということで、えー、お酒を飲みたいなというふうに思います。えー、っとね、これなかなか手に入らない。今はね、すごい手に入りにくいんです。生ジョッキ缶ですね、これですね。これがね、こう、なかなか手に入らない。何回も言いますその、あの、リカマンでね、えー、店長さんに聞いたんです。これこれですね、この泡の感じ。 釣りますかねこれがうまいんですねじゃあいただきますうんああやっぱりうまいこれうまいあのー、売ってるのがですねそのスーパーとかね、えー、そういうところのお酒の場所では売ってないんですよこのな生ジョッキ缶がね生ジョッキ缶が売ってなくてですねそれで店員さんにも聞いたら、ね、まだ入荷は全然しませんっていうことを言ってはって もう売り切れででですっっって言ってはったん,で、えー、ほんでリカマンに行ったらねいつも売ってるんですよねこの生ジョッキ缶がね、えー、バラですけどねそのケースでは買えないんですけど箱箱買いはできないんですけども一応売ってるということでいつも4本とか5本とか買うんですけどもそのねあのー、んで今日今日というかその 買いにに行っったたらでですすねねリカマンにもなかったん,です、ね、ほんで店長さんがなんか作業してはったんでちょっと聞いて生じョッキないんですかねって言ったらもう全部売り切れてますということでほんで、えー、だからメーカーがその、まあ、朝日がですねいつ発売とかそういうのを出すらしいんですね次いつ発売ってでその発売を見てですねそのリカマンにみんな買いに来るらしいんですね、えー、それぐらいの状態らしいからあのちゃんと調べはってそこからこう来はって 来てててくれはっっったらえ,えっていうことやななかなか大変ですね前まで簡単に手に入ったまたま偶然ね手に入ってたんですけどもだからなかなかこれは手に入らない貴重なやつもうこれラスト1本なんで明日ねどっかこう売ってるまあ9月ぐらいって言ってたんで明日は売ってない可能性がありますねどこにもねでは仕方ないですねちょっとえー、まあ自分の近所のとこにはもう売ってなかったんでちょっと離れたとこでね売っ、えー リカマンがあるんでそこへちょっと見に行ってみようかなとは思ってます。これあればねもうちょっとえっとね一人なんやったら五本までか十本までかも決まってるんでそれその回路範囲買おうかなとか思ったりもちょっとしてます。なかなかやっぱ美味しいみんなねやっぱ美味しいのわかってるんでねあのやっぱ大量買いますね。特にお酒のことになるとやっぱみんなこう目がないというか。 でこれがハイボール、えー、ティーチャーズのハイボールですね、えー。ラフロイグがね、なかなか買えないんですよね。<laughs> ラフロイグのハイボールが飲みたいっていうのがあるんですけども、で、前、昨日かな、なんかお客さんとお話してたら、ラフロイグ皮貼ってですね、ほんで、いつもハイボールでこう飲んでるって言ってはって、羨ましいなと思って聞いてたんですけど、ちょっとね、まだ僕にはこう手が出ないというね。えー、4000円超えるんでね、 えー、ラフロイグの、えーとね、クオーターカスクですね。クオーターカスク買いたいんですけど。うん、これはこれでま,まあ、先はだから僕の中ではラフロイグが、えー、1本ある状態。ほんで、ティーチャーズが2本ぐらいあって、ほんで、えー、デュアーズが1、2本あって、ほんで、ホワイトホースとかね、えー、その辺がこうある状態で、 こう常に過ごしたいなとは思ってます炭酸はねまあ安くて買えるんですけどそういう状態がうんある状態がベストとベターというかねであとねストレートで飲むためのグ,レングリーンリベット的なね、えー、グリーンリベットも美味しかったんですけど他はんかこうストレートで飲めるやつがあってそれであと日本酒がね えーまあ、4号の冷やの日本酒の結構おいしいやつが23本ある状態それがストックされてる状態がでお酒を飲む、えー、状態にこうなってるといいなと思ってるんですけどもなかなかね今そういうことはなかなか難しいんですけども、えー、まあまあ頑張りますと <laughs> いうことですね。うん えー、そうですね、今週、えー、とほんで、お酒をね、僕、週1でこう飲むって言ってたんですけど、えー、水曜日、木曜日とこう飲むんで、週2になってるんですけどね、なんかね、あの僕の中で気持ちが変わって、週2でいいかなっていう気持ちにちょっと今なってます。うん、お酒ね、いやお酒が好きなんやから、あの週2ぐらいはやっぱ、その飲んだらええんちゃうかなっていうふうにちょっと思ってます。 というのは今週のね、こう金曜日から火曜までの、えー、自分のこう食事ですね、食事をですね、結構変えたんですね。うん、というのはこう晩ご飯を抜いたんです、4日間。だから、えー、金曜日、土曜日、えー、月曜日、火曜日と、えー、の晩ご飯をもう食べないというふうにして、で日曜日はね、こう。 本当は5日間連続で食べないでおこうと思ったんですけど、日曜日だけどうしても、ね、こう食べたくなったんで、えー、そこは糖質制限じゃなく、ちゃんとこうご飯を食べた、炭水化物ですね、ご飯を食べた日曜日で、ほんで、月、火とこうあのまたプチ断食っていう形でこうしてっていうことをやって、体重がね、やっぱり結構ちゃんと落ちてたということですね。で体重だけじゃなくて、ね、体脂肪もしっかり落ちてて、で1週間の,その成果がこう上がったということで、 えー、それとですね体調がものすごくいいということですねその晩ご飯を抜くことによって、えー、何でしょうねその体がこうだから消化にエネルギーをこう使っていた晩ご飯を食べると消化にエネルギーを使うんですけどもその消化に当てていたエネルギーをこう食べるご飯を食べないことでって使うんでいいんで。 体の修復であったりとか、なんかこう、調整するものに、きうエネルギーを使ってくれるような感じでですね、特に脳の状態がものすごくいい状態になって、朝を迎えることになってるということですね、それがこの1週間で感じたことです。ほんで、えこれはいいぞと、自分の中でこうメリットがものすごくあると。昨日の晩なんかは、すごくお腹がすいた状態で寝たんですけども、 やっぱりしっかり寝れたということでこれはありだなというふうに思ってます。うん、で、えー、そうですね、だからこれをちょっと続けてみたいなと思ってます。だから日曜日はですね、ちょっとこう、まあまあ。 中間地点こう3日目ということでこう炭水化物をもう取ってもいいだろうということで、ほんで昼ご飯もね、えー、あまりこう何も考えることなく食べれる状態になるほんで、えー、体重も落ちているということで、特にね今週はだがいきなりそういうのをしたんでですね、えー、よく体重が落ちましたけど、来週からはそんなに落ちないかもしれないです。でもこのま,ま順調にね えー、今二十あ違う、75キロぐらいなんで、75.1キロやったんで、えー、目標体重である72キロまであと3.1キロなんで、えー、そこまでこう順調にいったらですね、えー、いいかなと思ってます。で、これはね、えー、言ったら、 体重がこう目標体重を達成してもです、ね、プチ断食というのは続けるということですね、えー。それはダイエットのためにプチ断食をしたんではなくて、ですね健康、うん、体がどう考えても体の調子がいいということを実感できているので、えー、そうしようというふうに思っていますで、えー。その反動ではないですけども、だから、えー、逆に水曜日、木曜日はお酒を飲んでやれと思っていますね。 そこでまた水曜日もお酒も飲まないという状態を作るんではなくてですね水曜日、木曜日は逆にこう、えー、暴飲暴食してもいいんじゃないかなとで水曜日、木曜日は暴飲暴食ほんで、えー、4日間の、えー、プチ断食っていう形をこうやっていってそれでこういい状態が作れるんであればね それででもう僕の中ではいいかなと思ってますでどこまでこう痩せれて体の状態がいい状態を作れるかほんで、えー、日常の活動パフォーマンスを、ね、こう上げれるだから脳の状態が良くなっているので、えー、その分こういろんなことが集中してこうできる、えー、活動パフォーマンスを高めることができるということでこれをちょっと続けてみようかなというふうにこう考えています非常に、ね、こう実りのあるこう1週間でしたね だからまあまあ,あちょっとつおつまみはね今日はねオリーブの実ですねこれ見えますかねオリーブの実とえキムチそれとですねこれ珍しいんですけど、えー、枝豆ですね枝豆だ枝豆とオリーブの実とえキムチっていう,こう組み合わせをこうつまみにしていってほで今ちょっとね大江子がやってるんでこのあとこのあとというか今やってるもう後,後半になってるんで一応今買ってましたけども でそれをこう見ながら、えー、お酒を飲みたいなというふうに思ってます。えー、ぜひ、おみこを買ってほしいですね。えー、大阪桐蔭に買ったときはすごく僕はびっくりして、ちょっと感動しましたけどね、あッこから逆転していって、えー、まさかこう、大阪桐蔭に勝つかっていうところでね、うん、非常に嬉しかったんですけども。で、こっからね、えー、おみこがどこまで勝ち残るか、今日ベスト16勝って、次ベスト8、ベスト4、決勝と。 えー、で滋賀県で初の、ね、優勝なんかしてくれたらものすごくいい、ねえー、ものを見せてもらえるということになりますけども、まあ、どこまでいくかわかんないですけどね、えーまあまあ、あの大阪桐蔭に買っただけで大金星というか,なんかそれだけでいいもの見れたかなという感じはこうあります。そしてですね僕がちょっと注目しているのは、えー、パラリンピックのですね、えー、車椅子ラグビーですね。 でこれは、あのー、あれです、NHK の、えー「逆転人生」というね、えー、番組があるんですけども、それに、こう、前、前のね、逆転人生、この週の月曜日にあった逆転人生のところでこう、車椅子バスケの話やったんですね。で、それを見てね、むちゃくちゃ見たいなと思って、ものすごい面白いやん思って、うん。で、日本はね、結構、その世界大会、前優勝してるらしくてですね。 えー、かなり強いと、でメダルも期待できると、で今日の夜の7時半からですね、7時半やったかな、えー、日本対フランスの予選があるんで、これはぜひ見たいなということで、今日はね、えー、ドラマ、映画などを見るんではなくてですね、ちょっとスポーツ観戦やなぁと思ってます。お酒を飲みながらスポーツ観戦と、えー、いうことにし,しようというふうに考えています。非常にこれは面白い、まあで やっぱりこうお酒を解禁することによってなんかね、あのー、言ったらこう木曜日だけっていうのもそれはそれでこうストイックにやっていくのも良かったんですけどもまあ週2日ぐらいはそうやってこう、えー、暴飲暴食2日間ぐらいしたれっていうような、ねえー、気持ちになってるということですね。 だから今日は大見が勝って、えー、車椅子、えー、ラグビーのね、えー、日本が予選でフランスに勝てばですね、非常にいい夜になるなと思ってます。この後どうなるかわかんないですけども、非常にこう楽しみにこう見ていきたいなというふうに思ってます。今日はね、ちょっと短いですけども、この辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございます。